30を過ぎて夢を持ちたいって言ってるのは俺にしてみるとちょっとなんか甘っちょろいような気がしてて、はい、そんなこと言ってる時代って10代じゃないのみたいなところがあるんで。はい、就活の虎。虎の社会見学。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日もですね、千なるちゃんに来てもらって、なんか自己紹介の後半みたいな感じなのかな。ありがとうございます。はい、ちょっと今日はさ、はい、あなたの言った芸能界の闇みたいな話聞きたいんだけど、はい、闇って言われたらこんな経験したみたいなのがあるの。地下アイドルとかやってたんだよね。はい、地下アイドルになるんですけど、もちろん AV にすごい近くて。AV に近い。いつでもこっから AV を出したいっていう感じでした。その地下アイドルの中から、はい、いつでも誰か AV においでみたいな世界って意味？そうですそうですそうです。もう誘いももちろんあったんだ。誘いも私何回ぐらいだろう。4回ぐらいありました。それは実際に AV のプロダクションから誘いがあるの？いや、それ結構すごい巧妙で、アメブロでグラビアユニットを作ってたっていう。お話をさせていただいたと思うんですけど、それでいきなり事務所側からピンで売り出したいって言われて、あなたの所属してる事務所から、でそのユニットから君はピンになった方がいいよって言われて、それでちょっとうちの事務所よりもっと有名な事務所に所属した方がいいから紹介するよと言われて、えー、すごいと思って、もう意気揚々とお話を聞きに行ったんですよ。そしたらなんかもう最初の DVD はハワイで撮ろうねとか、すっごいいいお話をいただいて、すっごいテンション高かったんですけど、なんかどんどん話が、あれ違うと思って、まあよく聞く話だよね。はい、しまいに実はこれ AV だよって話になって。そうなんですね。所属してる女性がもうトップ有名女優の方しかいないところで、じゃあ割とその AV のメーカーがあまだある中でも結構有名なメーカーだったのね、きっと。そうなんです。そうなんね。そうかそうか。で自分としては断ったわけ？断りました。こんな聞き方すると変だけど、中にはさ AV になってでもやっぱり有名になりたいと思ってる女の子もいて、まあ僕も東京でねいろいろ遊んでるとたまにそういう人とかがいるじゃないですか。なんで AV 女優になったのって聞くわけですよ。だってさ AV 女優になったからってすごいお金儲かるわけじゃないのも知ってるから、ほとんどの子が言うのは有名になりたかったって、そういうことみたいな思うんだけど、そこまではいけなかった。そこまでの覚悟はなかったなと思うのと、やっぱりお母さんが死んじゃうと思って。そうか、じゃあそんなさっきで4回ぐらいあったんだ。ありました。そうだね。まあそういうのをくぐり抜けてやってきましたと。あとさ、なんか歌の話はちょっとこの間聞いたじゃん。あれはどの時に歌ったの？ミニスカポリスで、テイチクレコードさんから CD を出したんですけど、深夜にカラオケにみんなで行った時にあなたの歌を僕聞いたんですけど、これは歌かぐらいものすごい下手なんですよ。ね、いいよね下手って言って。もちろんね。びっくりするぐらい下手だったんだけど、それでも歌ったの？いや、それでミニスカポリスの時にオーディションで歌がなかったんですよ。あちら側は私が下手なことを知らなくて、そのままレコーディング室で13人入って歌った瞬間に「川上さんちょっと出てもらってもいいかな」って開始2分ぐらいで言われて、そっから2時間ぐらい外で待ってました。それ省かれたってことで、あなたは実際にはあなたの声は入ってないんだ。入ってないです。哀れだね。でも名前だけはちゃんと。結果的にさ、そういういわゆるそのアイドルというか芸能活動みたいなものは何歳ぐらいまでやったの？26ぐらいまでやりました。26ぐらいまでやった。で、ある種もうやめようかなって諦めがついた時があったの。きっかけは銀座のクラブで25ぐらいの時に行ったんですけど、そこで働きに行ったら勤められて。できたって意味ね、自分で。自分ですごいここが居場所だなと思えてから、もう銀座がメインになって。そうか、じゃあ社会に出てから初めて自分がなんか自分の居場所があるって思ったのが銀座のクラブだったんだ。はい。じゃあその時はもうすごいミッションが楽しかった。楽しかったですね。キラキラしてました。キラキラしてた。でそこからは基本的にはずっと銀座のクラブにいるのかな。はい、ずっと銀座のクラブにいます。うん、そうかそうか、はい、お店はいくつか変わったんだよね。はい、そのそれぞれのお店によって違いがあるじゃない。なんか自分の中でさ、まあ、当然20代にしてね、はい、僕らみたいなおっさんたちがね、はい、お客さんで来るじゃないですか。今までの世界とちょっと違うよね。そういうなんかこうおじさんたちというか大人のね、まあ、男性と色接することで、はい、なんか自分なりに人生観が変わったりとか、はい、なんか考え方変わったりしたことってあるかな。考え方というか、うん、私いつも女子校に行ってて、うん、満員電車を乗っていつも登校した時に、うん、本当におじさんが大嫌いだったんですよ、うん、でも皆さん疲れ切ってて死にそうな顔してたんですけど、うん、銀座に来て、うん、いろんなお客様と話したら、うん、まず男性の年齢が分からなくなりました。自分が思ってるよりも、はい、ね、年齢が高いのに若く見えるっていう。すごい、そうなんです。20歳ぐらい皆さん若く見えるので。はあ。ちなみに僕と初めて会った時はどうですか。年齢分かってたか。いや、年齢分からなくて、社長も、うん、私が思ってたより10歳ぐらい若く見えてて。あ、そう。はい、年齢系でびっくりしました。そうでしたか。はい、ああ、そうでしたか。まあ、そこそこさ、はい、長くいるじゃん銀座に、うん、うん、自分には今もすごくこう銀座っていう街がね、はい、合ってるっていう感じがあるんですか。もう銀座大好きですね。大好き、はい、できることなら長くいたいなと思います。そのさ、女性にはやっぱりさ、はい、まあ、年齢とともにいろんな問題も起こってくるじゃない、はい、で今はさ、まあ、ご存知ない方も見えるかも分かるけど、銀座ってホステスって一言で言うけども、はい、いわゆるヘルプっていう子もいれば、はい、はい、うん、で半分ぐらいお客さん持って半分ぐらいヘルプの中間店の子もいれば、はい、もう完全に売り上げでやってるお姉さんって言われる人もいれば、はい、で、まあ、当然ママもいるわけでしょ、はい、なんかこう自分でこれからさ目指すものってあるの。私は今中間地点の、うん、そうだよね、中間なんだよね、中間なんで、はい、いるんですけども、うん、ちょっと年も年なので、うん、できたら売り上げで頑張っていきたいなって思っています、うん、その売り上げだけで頑張るためにあなたに足らないものは何でしょう。足らないものは豆さと、うん、時間を守ることですね。ごめんなさい、はい、時にお客よりも遅い出勤をするとかね、うん、ダメなんだよそれが、はい、ね、はい、あと豆さだよねやっぱりね、はい、そういうことを一個一個ちゃんと積み重ねる中で、はい、年齢も年齢になってきたんだから、はい、頑張りましょうよ、ね、はい、大人になります。そうですよね、はい、はい、そんなちなるちゃんの直近の目標は何ですか。どんなことしてみたいですか。直近の目標は、うん、夢が欲しくて、うん、芸能界やってた時みたいに、うん、このために生きてたんだって思って、うんうん、頑張ろうって思ってたことが、うん、今足りない気がして、うん、これをしたいっていう目標を作りたくて、うん、30を過ぎて夢を持ちたいって言ってるのは俺にしてみるとちょっとなんか甘っちょろいような気がしてて、はい、そんなこと言ってる時代って10代じゃないのみたいなところがあるんで、はい、もっと地に足つけないとダメだよね。そうなんですね、はい、なんか選挙地見てて申し訳ないんだけど、本当に身に染みます。まあでもね、何かの縁でこうやって林さんのおかげで仲良くなって、はい、ね、たまには花もいいかなと思って彼女を呼んでアシスタントになってもらってますけれども、次回からは、はい、ほらうちのチャンネルにね知ってると思うけどコメントがたくさん来るわけだ、はい、でまあ、中にはいろんなコメントもあるんだけど、このコメントはちゃんと真面目に答えてあげたいなと思った時に、はい、そこでダラダラと俺が作るのも大変で、他の人もね聞いてみたいコメントもあるだろうから、番組で答えようかなと思うことが多々あるわけですよ。だからあなたにその質問をちゃんとね僕に投げかけてもらって、はい、僕が答えるっていう回とか、はい、そんなものを作りたいと思ってますので、はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、これからどのぐらい長いお付き合いになるかなんかわかんないですけども、はい、ね、若さを忘れずに頑張りましょう。はい、ありがとうございます。頑張ります。川上ちなるちゃんでした。はい、どうもありがとうございました。今なら就活生限定で虎の就活虎の巻プレゼント、さらに就活版マネーの虎志願者も募集中。就活マッチングイベントガチドラは就活生も参画企業様も募集中です。詳しくは概要欄から。